東京ヤクルトスワローズは本日の試合をもちまして2022年レギュラーシーズンの全日程を終了いたしました。クライマックスシリーズの5000円のほどよろしくお願いいたします。
続きまして今シーズンで現役生活を引退いたします内川誠一選手、坂口智隆選手、島本博選手の引退セレモニーを行います。それでは内川選手、坂口選手、志摩選手の足跡を振り返る映像をご覧いただきます。
続きまして志賀選手にご家族から花束が贈呈されます。ここでサプライズゲストによる花束の贈呈がございます。まずは内川選手のためにこの方に来ていただきました。工藤公康さんです。
藤川選手、坂口選手、志摩選手から応援してくださったファンの皆様にご挨拶をさせていただきます。はじめに22年間の現役生活を終えられます藤川誠一選手よりご挨拶いたします。藤川選手、よろしくお願いします。本日をもちまして22年間に及ぶ NPB 現役生活プロ野球選手卒業します。横浜ベイスターズで10年、福岡ソフトバンクホークスで10年、東京ヤクルトスワローズで2年、本当に素晴らしい野球人生を送らせていただきました。セレモニーの最後まで残っていただきましたヤクルトスワローズファンの皆様、DeNA ベイスターズのファンの皆様、本当にありがとうございます。すいません、緊張してます。そんな現役生活の最後、こんなにたくさんのファンの方の前で披露させていただく機会を作ってくださいました東京ヤクルトスワローズ球団関係者の皆様、本当にありがとうございます。感謝しなければいけない人がたくさんいるんですけども、まずは両親、父一貫さん、あなたは私の憧れでした。生まれた頃から高校野球の監督をし、指導する姿、ノックを打つ姿をいつもかっこいいなと思って見てました。そんなあなたを追いかけて一生懸命野球をやってきた最後の舞台が、あなたが法政大学時代に守ったこの神宮球場のファースト、同じポジションを守ることを最後の舞台を用意してくれた監督さんに感謝します。ありがとうございます。父が監督、子供選手という普通ではない環境でプレーできたのは、あなたを支えてくれたからです。本当にありがとうございました。そして高校、小中高校同じユニフォームを着て、野球をやりました。まあ、残念ながら僕より早くユニフォームは脱ぎましたけども、まあ、これからも仲良くまた大分でゴルフでもしましょう。何よりも、近くで支えてくれた妻、子供たち、パパ頑張ったでしょ。みんなが言ってくれたから頑張りました。本当にありがとう。チームの力になりたい、もう一花咲かせたいという思いで東京ヤクルトスワローズのユニフォームを着させていただきましたが、高津監督をはじめ指導陣の皆様、力になれずに本当に申し訳ない思いでいっぱいです。スワローズに来て昨年日本一、今年はリーグ優勝を達成してくれました。周りの人から僕自身が試合に出てなくてもヤクルト強いね、今年も優勝したねと言ってもらえる喜び、チームが勝つことの勝利の輪が広がるというのを最後の最後に実感させていただきました。本当にありがとうございました。
引退する、島グッチ、前世紀はお互い違うチームで切磋琢磨しましたが、最後に同じユニフォームを着て同じ日に引退できることを誇りに思います。本当にありがとうございます。区切りをつけたいと思う日もあったり、来てほしくないと思う日もあったり、いろんな方向に心が揺れましたが、今日宗の56号のホームランを、歴史的な瞬間を見させていただき、宗のホームランを見て僕自身がどうこうという決断はできませんでしたけれども、佐野選手の強烈なライナーを取った瞬間、あ、このスピード感じゃちょっと無理だなと思いました。少年野球の頃から少年野球の監督にもよく言われてたのは、誠一は勝っても泣いてもいつも泣きよる。でもこの最後を閉ざしているこの場で笑顔で皆さんにお別れが言えるのはすごく幸せだなと思ってます。22年間本当にありがとうございました。DeNA ベイスターズファンの皆様、ありがとうございます。今シーズンをもちまして坂口智隆は現役を引退させていただくことを決断いたしました。20年間もの長い間プレーを続けられたのは最高のチームメイトや仲間、浦和さんたち、とても多くの人に支えられてやってこれたのだと思っています。そして何よりたくさんのファンの方々に支えられなければここまで頑張ってこれませんでした。近鉄バファローズに入団し、いてまえ魂というプロ野球選手としての勢いをオリックスバファローズでは、もののふの心という戦う姿勢、心を、そしてヤクルトスワローズでは不屈の魂という這い上がる力を、諦めない強さを与えていただきました。こんなにたくさんのファンの方々の前で、最高のチームメイトの前でこのようにユニフォームを脱げることをとても幸せに誇りに思っています。最後になりますが、母や家族、
これからゆっくりと顔を見て感謝を伝えていきたいと思っています。ヤクルトスワローズはまだまだ日本一へ向けて厳しい戦いが残っています。最後まで自分も共に戦った仲間をファンの皆様と一緒に応援していきたいと思います。本当に20年間ありがとうございました。
あの言葉を言って締めくくりたいと思います。おセレモニーを終了いたします。皆様、今一度盛大な拍手を送ってください。